伊達直おは、室町時代後期から、戦国時代にかけての武士。官位は、十五位下、大前大部。伊達氏十三代当主。十二代当主、伊達政宗の着難。家の慣例により、室町幕府旧大将軍、足利義直より、変記の授与を受けて、直おと名乗る。父から家督を相続した年代は詳しくわかっていない。これは、 七の聖州が死没した年が詳しく分かっていないからで、ある説が有力なので、その前後に継承したと思われる。越後守護上杉氏から聖出を迎える。遠徳2年、米沢城北方に位置する塩の美車門堂を再建している。明王3年4月、伊達市の領内で騒乱が発生したため、一時的に合図の足名成功のもとに避難した。復帰後は、京都の放浪将軍、 足利義澄を領内に迎え、これを擁護することで、伊達氏の勢力を盛り上げようとしたが、失敗した。永正11年5月5日、62歳で死去。着難、伊達高層が後を継いだ。長谷川新、南大地域における守護、国人の同盟関係越後上杉氏と伊達氏の、倍マイナス、地方史、研究254号及び、越後天文の乱と、伊達種宗。 伊達と宗丸入まり問題をめぐる南大地域の戦国基所権力国史学第161号ありがとうございます。